こんばんは。時刻は22時を回りました。引き続きウェザーニュースライブムーン檜山沙耶が担当します。よろしくお願いします。この後も生放送で最新気象情報をお送りしていきます。お天気番組です。よろしくお願いします。これだけ見るとサッカーの解説が始まるんだろうかっていう格好ですよね。しかも後ろが青いので一体感があるんですよね。ニュース番組っぽいでしょうか。今日行われた試合からお送りしていきます。よろしくお願いいたします。いますよね。今日は1対0でちょっととかね、言いそうですもんね。うん、ちなみに今日はキャスターごとに番組ごとに、ね、試合を行ってきたということですけれども、皆さんご参加いただけましたか。サッカーの試合はね、本当のサッカーの試合は終わりましたけれども、まだ私たちの試合は終わっておりません。これから檜山選手頑張りますのでよろしくお願いします。今日最後の選手ですので、ちょっと優秀の美を飾れるように頑張りたいと思います。さあ、では22時台のラインナップから見ていきましょうか。ね、残すところあと1時間ですけれども、ではちょっとスクショタイムです。それっぽいですよね。これスクショタイムになります。わかんないです、何のスクショタイムかわからないんですけれども、今日はね、日本対コスタリカの試合がありましたけれども、ねえ、ご参加見守っていただいた方が多かったのかと思います。私も番組中でしたので見れませんでしたけれども、皆さんのコメントで、はい、逐一届けていただきまして、すごくありがたかったです。普通のサッカー番組、いや、お天気もお送りしてますのでね、はい、これ昨日も使ったんですけれども、ボールとお友達になりました。2日間お友達です。翼くんって言うんですかこれ。そっか、ボールはお友達だからですか。こうやるとちょっとプロっぽくないですか。そっか、バスケか。そうですよね。では今日の23時までです。まずキックターゲットの時間からいきましょう。檜山選手頑張ります。そして一押し動画リポート、今日皆さんからいただいたリポートをご紹介していきます。一押し動画です。最新気象解説では週間の天気まで森田さんとお送りしていきます。おしまいにまったリポート、まったりできるリポートを集めました。見ていきましょう。以上ラインナップでした。さあ、では